ごめんなさい。先ほど発表されたのが那須さんのところで、池袋のバイナリミン協会で PDP レベルのインターフェイターを作ったので、その話をさせていただこうかと思います。まずちょっと自己紹介なんですけれども、加納と申します。固定レイヤーは完全に初心者で、普段は文系 SE をやってます。もともと会計専門だったので、決算とかその周りの文系定理とかやってます。で、あと今年から情報系大学に入学いたしました。マネージャーは各程度なのであまり詳しくはないです。あと、サタヘで読み始めてミックスですので、池袋のバイナリー勉強会に行ったというのが、もともとこの PDCA に触れたきっかけになります。何を話すのかというところで、まず初心者が PDP レベルのインターポリターを作ってみたので、そのカリキュラムを紹介させていただこうかと思います。で、他の方にバイナリーをしているときの参考になればいいかなと思います。先ほどの話を伺うと、もう PDP レベルじゃない方がいいような感じも受けましたが、すみません、私 PDP レベル以外分からないので。カリキュラーになります。で、一番初めにブレインハックのインターフェイターを作って、その後として PDP レベルの逆アテンプラを作って、インターフェイターを作って、最終的にユニックス V6 のカーネルビルドをしました。まだ初めからちょっとブレインバックの方を説明させていただきます。こちら出しているのがソースと実行結果になります。ここのソース実行するとマカロワールドが出ます。というのを動かすためのインターフェイターを作りました。やってること自体は単純で、メモリを表す配列を用意して、でポイントとプログラム関係をして、プログラム関係1から順に読み込んで、プログラムカウンターの位置にある命令によって処理を分離するようなそういったプログラムを書くことで先ほどのハローワールドを画面に表示するというところのプログラムを作りました。でこれで分かったことっていうところがメモリをバイト配列として表現できるんだなというのをここで私初めて実は知りました。でもう一つが原則としてプログラムは1命令目から順に実行されるというところもここで私は初めて知ったので本当に初心者なのか分かっていただけるかと思います。で、それを経た上で、次に PDP レベルの逆アセンブラーを作りました。これがソースコードになります。この元々のアセンブラーを一度バイナリーに変換しまして、それを逆アセンブルするプログラムを作っています。この下の実行結果が自分が作ったプログラムに、この上のバイナリーをかけて、その結果を表したところになります。ソース自体はちょっと全部は出してないんですけれども、特に変わったことはしていなくて、単純に仮想メモリー空間を表す配列を作って、バイナリーを仮想メモリー空間に読み込んで、で、レジスタとコミッションコードを表す変数も一緒に作って、で命令を1、桁と桁ずつ分類して、ニューモニック判定して、命令ごとにソースとデスティニーションのペラムを判定して、それぞれと内容をアップした上で、結果を画面に出力しているだけです。このアセンブラー作って分かったのが、バイナリーはまでここ一応ファイルだなというところとか、あとは命令セットということをここで初めて知りました。PDP 部分自体の内容としては、レジスタが R0 から R7 まであるというところと、コンディションコードが NZ、VC 使っていること、あとは命令セット一部ここで、いくつかの有命令ですとか、ラブ命令ですとか、把握することができたかなと思います。でここで、大体どんな、バイナリーを解析するにはどんなプログラムが必要なんだなっていうのをここで把握した上で、次に、逆アセンブラーをちょっと発展させて、アドレッシングモードを取り込んだりしました。PDPM のアドレッシングモードが、R1 って普通にカッコ R1 にオペラントがあるのを表していて、カッコ R1 だと R1 にオペラントのアドレスがある。R1 プラスだと R1 にオペランドのアドレスがあって実行後に R1 の内容をインクリメントするといった内容が全部で8種類定義されていたのでここでその内容を取り込んだりもいたしました。で続いてこの内容をもとに PDP-11 のインタープリターを作成しています。ここに書いてあるソースは先ほどと変わりません。
もともとある螺旋グラを一度バイナリーに変換して、そのバイナリーを実際に実行することで、ハローという文字を出力するものになります。PDP-DEV の板追加のソースがこちらです。先ほどの逆アセンブラーを発展させただけなので、この辺りは変わらず、ね、仮想メモリー区間の配列作成したりとか、コミットダイアンをしています。レジスタとコンディションコードを準備して、命令を1桁ずつ分類して、2後2個を判定しています。で先ほどと違うのは、ここで命令コードごとにレジスタとかメモリーを直接操作しまして、実行、プログラムを実行できるようにしてあるところが先ほど、逆アセンブラーと違うところになります。でもう一つ、逆アセンブラーの時にはやっていなかったのがシステムコールの実装になります。Windows 上で Java を使って書いていたので、システムコールを全部書かなきゃいけなかったのは結構大変だったんですけれども、ドリームとかライトとかよく実装っていったところをここで実装しました。で、そこにインタープリター作り終わって、先ほどのハローが動くようになった段階で、ちょっと発展として、もう少し、ちょっと違うことをやりました。PDP-DEV の NM を読み込んで、標準出力にオブジェクトファイルのシンボルリストを出力したりとか、CC 読み込んで C のソースをコンパイルしたりなどしました。もう一つ発展として、フォークエグゼクウェイトの実装をしました。で同時にリファクタリングもしています。もともとあまりクラス分けしていなくて、単純にバイナリーを読み込んでそれを解析してただけだったんですけど、ここでカーネルクラスとプロセスクラスとパスワード空間クラスに分割しまして、カーネルからプロセスを生成してパスワードレス空間と紐付けてフォークできるようにしたということで、初めて実装した内容になります。でインタープリター実装して分かったとここに書いてあるユニックス V6 のものです。ユーザー空間とカーネル空間は異なるですとか、プロセスごとにパスワードレス空間を持って、MMU がメモリアドレスの物理アドレスに変換するとか、多分皆さんご存知の内容のことを思い出して、自分で調べたというだけの内容になっております。でもう一つが、今回はこれもちょっと、なんか多分世間的には常識なんだろうと思うんですけども、申請のスイッチ読み出して、AS 読み出して、AS 読み出して、最終的にリンクが、リンクして、実行ファイルができるというところを、ここで実際にプログラムを作って確認していきます。一番最後にやったのが、自分が作ったインタープリターで、Unix V6 のカーネルビルドをしています。インタープリターに CC を押しまして、Unix V6 のソース読み込んで、最終的に Unix V6 のカーネルをコンパイルして使用するというようなことをしました。それが一番大変でした。実際にこの Java で流したのがこちらの命令になります。で、とりあえずやったんですけど、なかなかうまく動かなくて、その時にやったのが、実行ログ確認してインタープリターの動作にソミットを探すというのを、それが数百万行あるログが出てきて、それも七七さんがもともとインタープリターの実装はされていたので、そのログと比較してどこが違うんだというところから、自分の実装のミスを探したりとか、場合によってはメモリーダンプ取って、その中のメモリーのことがおかしいとか、ああいうのを見たりとかして、やりました。結構不況だなと思います。でよくあったミスが、コンディションコードの設定を、何かミスっていて、C が設定され、キャディが設定されていなかったというのがよくありました。あとはシステムコールの仕様が、なかなかちょっと調べても出てこなくて、なんかうまく設定し、BGP11 で動くようなシステムコールが作れず、それが結構大変でした。で最後に Unix V6、最終的に先ほど のログと格闘が終わった後、カーネルビルドが一応できまして、その処理時間がこちらにあります。これ実は1分50秒にで1時間50分かかりました。ボールネックになっていたのは、これも多分初歩的なミスなんですけど、Java でストリングでとにかくランニングコム処理しようとしていて、変数変化のところをサブストリングで取ろうとしたらやたら時間がかかっていたので、それをシフト変換でやるようにしたらかなり改善され、適宜7分30秒。
総括としましては、着手から完成まで約半年、100時間か200時間かかったんですけど、まあ、自分で手を動かしてプログラム作ると、まあ、結構なんかこう調べながらとか、詰まったら自分でインターネットでググって動かするとか、あと占い師さんに聞くとかっていうことをしながらできるので、結構楽しくできたかなと思います。で今ちょっとハッキング本を読んでいます。1年前なんですけど、1年前は全くミックスとか全然わからなくて、まあ、積んでた感があったんですけど、こういうところを読めるようになるまでできるようになったので、こう自分で実装するっていうのはいいのかと思っています。最後に初心者におすすめの本があるので、なんかこういうのやったら面白いよとか教えていただけると非常に助かります。では以上になります。ありがとうございました。コメントやってみます。ありがとうございました。エリックと申します。誰かがこう勉強しようって言ってそそのかしてきたわけじゃないですか。そうですね。自分でこう、ここまで行ったんですか？そうですね。私読みたいなって思って。ありがとうございます。休憩に入りたいと思います。15分間。